BS フレアステージは NHK デジタル衛星ハイビジョン、衛星第2テレビ並びに NHK ワールドプレミアムにて2007年4月から2008年3月まで1年間放送された公開番組。放送時間は衛星第2テレビでは月期の18時18時45分、デジタル衛星ハイビジョンでは月期の16時16時45分。 ワールドプレミアムでは月期の0時10分0時53分。2006年度に放送された渋谷ライブ館から発展させた同番組は毎週月曜日と火曜日にみんなの広場ふれあい放を会場に収録があり、その模様を1ヶ月程度後に随時上京にチャンネルで放送するというものであった。2008年からはふれあいステージというゾーンの枠組みはなくなったが、 これらを踏襲した番組が放送されている。2008年3月でふれあいステージとしては終了し、同年4月以後、音楽の番組2本は事実上、渋谷ライブステージに統合された。ただし、J-POP に関しては、ウエンズデイ J-POP が同時期からふれあいホールでの公開生放送となり、そちらで取り上げる機会が増えたためあまり、ふれあいステージに出演することはない。 お笑いの番組のうち、お好み寄せは、独立した番組として、現在も継続。爆笑最前線は、笑いタイムとして1年間放送されたが、こちらは終了し、事実上、お好み寄せに統合。そして、2011年の NHKBS の再編に伴い、触れ合いステージの系譜を踏む公開番組は2011年3月に幕を閉じた。ありがとうございます。